まずはコウスケのこのプレーを見て。コウスケから聞く、なんかいいな。8回のピンチには菊池選手。難しいバウンドに合わせて補給するトロングトスでアウトに打ち取ったわ。アイデアの引き出しがえぐいわい。田中選手と菊池選手の活躍にファンも大盛り上がりだったんだけど、少し反応を紹介するね。コウスケサードいけるやん。林より活躍してて草。しばらくスタメンでお願いします。見てて安心する。菊池の変態送球来た。取ってから早すぎる。なおセーフの模様。セーフなのコウスケ握り直しのせいで草。経験者ならわかると思うが、このバウンド超むずいよね。すごすぎる。ターリーは菊池に救われてばっかりだな。しっかり両手で取りこぼし防いでるのすご。残念、そこには菊池。トスまで強肩やん。しっかりアウトにするのはさすが。田中くんの躍動感あるプレー好き。田中くん空きが見たいです。はい、いつものことながら菊池選手のプレーには驚かされるよね。田中選手のシャードもかっこいいわい。ショートとサードは新井監督がうまく選手起用して活躍する選手が増えてきている印象だね。固定できるほどの活躍を見せてくれる選手が現れてほしいところでもあるがな。まあチームで勝ち上がるってイメージだし勝てればいいと思うけどね。ということで、田中選手、菊池選手の攻守に対するファンの反応まとめでした。カープのお話はどうだった？他にもたくさん面白い話をしてるから、最新の動画や再生リストもチェックしてみてね。